じ場にする予定なんですよ。一番のパーツを多分一体で成形できると思うんですけど、それもまだ一度も試してないのか。シリコンは便利だね、これ。かさ増しするんで、あとからスポッと抜けるし。お疲れ様です。はい、あ、そういえば、なんか枠で前僕がそうですね、4月1日から公開なんですけど、そのインターネットの歴史っていう、Yahoo が20周年で出したコンテンツで、みんなが載ってんのが、作画
タッフみたいな感じで。あ、本当。それ学校にいなよ。こういうの。向けてくれよ。これのこういうの作ったりとか。ああ。してるんですよ。クレジット載ってる？クレジット載ってます。あ、本当。あ、それ教えて。はい。もう広報にいると大喜びで。ホームページ載せる。でもヤフーも嬉しいです。どっちも。イラレで作ったの？これはイラレで作って向こうに渡して向こうが 3D 化してこういうアプリケーションで動かす。なんか半年以上これやってて。半年？半年前ぐらいから始まって今年の2月ぐらいに終わって4月1日が公開なんで。サガゲーの人が一人二人関わってるぐらいです。ああ、まあ、この人サガゲーの客員教授です。あ、ジョン・ハサウェイね。ジョン・ハサウェイです。ああ、言ってたやつそれか、君が。Yahoo のトップページの一番上に表示されるんですよ。帰ります。帰ります。うん。それ僕が見ても突っ張って見れるの？ああ、そのページは。URL。普通のヤフーのトップページですね。ヤフーコージェピー。はい、ヤフーで調べたのは。なんかここのトップページの人にインターネットについて旅をしようっていうページがあるんで。一応 URL はそれで送っておきます。うん、ありがとう。はい、お疲れ様
ここの面がやっぱ見抜けないね。これは難しいな。うわ、これは難しい。
Thank you.
リ石鹸これいるね。よいしょ。